ちょっとおばはん。おばはん、なんでうちらはこんな離れて待ってなあかんねん。うちは仕事できたんや、ジャーナリズムや。これじゃ仕事にならへんわ。あなた、あれでございますわね。とても日本語がお上手な。こんななりでもうちは日本人や。なにわっこ舐めたら苦いで。ならばそのなにわとやらに帰りなさい。い、ここはクラインの里、しきたりに従えぬ者は今すぐ出ていくことでございます。ね、わかったから、その頭とその目こっち向けんといて。懲りないな、この人も。なんで糸の子刑事がこんなところに。たまたま出張でこっちに来てたら応援に駆り出されたっす。この世に刑事さんはこの人しかいないのか。
失礼します。はい。あ、もしかしてそろそろ始まるんですか？霊媒。霊媒？いやいや、事件が起きて大変なことになってるんです。あら、それは大変ですね。それで、あなたは？申し遅れました。私、花田のどかと言います。大学で超心理学を研究してるっていうか。オカルトですか？Thank you.
Thank you.
裁判はいつ？え、明日だけど。じゃあ今すぐ弁護の依頼状を用意して。でも私犯人なんだよ、殺人犯なんて。やめるんだ。迷いちゃんは誰も殺していない、だから大丈夫。助けて、なるほど君。僕に任せて。
罪が少しでも軽くなるようにお力になるつもりでございます。まだ迷い様が犯人だと決まったわけじゃありません。これは前代未聞の霊媒中に起こった殺人事件です。罪を犯したのは呼び出された霊なのか、それとも何かもっと深い真実があるのか、僕が明らかにしてみせます。やってみるがよろしいでしょう。あーた確か弁護士ですものね。では。